お届けする番組。船のことならブルーマリン石垣、船舶販売、修理、管理、何でもお任せください。ヤマハ、ホンダ、川崎、各種マリン用品取り扱っています。宿泊施設もありますよ。ブルーマリン石垣で海を手に入れよう。石垣優が気ままにお届けする番組はブルーマリン石垣とマーマポケットの提供でお送りします。石垣優が気ままにお届けする番組、12月28日収録放送でお届けします。皆さんこんにちは、石垣優です。もうね、今年終わるのあと何日ですか。あと今日合わせて 1,2,3,4 日か。もう2021年が終了しますね。来年ね、もうちょっとした2022年が始まります。まあ、いろんなね、そのこの 2,3年ですか、ちょっとまあ世界中がというか、ちょっと混乱した数年になりましたけども、来年からはね、まあ、なんか徐々に本当に戻ってくるんじゃないかなと。皆さんが今までできなかったことをしてみたりとか、この何年間の間に自分を改めてこういうことしたかったんだからもうちょっと頑張ってみようとかね、なんか自分を見つめ直せた数年でもあったような気がしますので、来年ね、なんか皆さんの笑顔がたくさん溢れる一年になればいいなと思っております。そしてこのラジオもですね、もう今日でこの番組が終了するわけですけども、それでもサンサンラジオさんでたくさん面白い番組がやってますので、ぜひ皆さんね、またまた引き続きサンサンラジオを聞いていただければなと思います。よろしくお願いします。そして私、石垣優はですね、来年ちらほらライブもなんか見えてきておりますし、制作の方もね、いろいろ進めております。で、まあ、来年始まってすぐに何か発表ができますよっていう形ではないんですけども、でも早いうちにね、何か皆さんにお知らせできるように今チーム一丸となって一生懸命頑張っておりますので、引き続き石垣優の SNS、インスタグラム、そして Twitter、時々 Facebook もアップしてますので、ぜひチェックしていただければなと思います。で、インスタグラムの方はですね、時々ね、ゲリラ配信とかもしてますので、動いてる私が生で見れると思いますので、ぜひ石垣優で SNS チェックしていただけると嬉しいなと思います。もちろん、ホームページもありますので、チェックよろしくお願いします。はい、ということで、今日もですね、皆さんからいただいたメッセージをどんどん読んでいきたいと思います。感謝を込めてね。では、まずはケイジくんさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。先日東京中野での昇竜祭り太鼓ライブ、見応えありますし、あり楽しませていただきました。ゆうちゃんが歌った私の好きな曲の一つ、ビギンの三線の花と琉球太鼓のコラボに陶酔しました。そしてトークテーマ、年内にやりたいこと、今年1年間のご褒美として石垣島で石垣牛を食べることと、石垣の海を見ること、カラオケで空を越えて海を越えてを93点以上出すこと、そして来年やりたいこと、石垣島で走ること。コロナ禍でマラソン大会が中止になってしまいましたが再開されます。運動公園ゴール目指して、ゴール後芝生の上に大の字で寝て透き通った青空を見たいです。わー、気持ちよさそう。うん、そう、いっぱい息をして。で、追伸、2つのテーマは達成できそうなのですが、あ、素晴らしいですね。家の大蔵大臣にちょっと石垣島に行き過ぎじゃないと魅力に勝るものはない、絶対大丈夫ということでメッセージいただきました。で、質問もね、ケイジ君さんからいただいているんですけど、ゆうちゃんはやりすぎることってありますかとメッセージと質問いただきました。ケイジ君さんはもうこの石垣島に対してのこの、なんていうの、
やりすぎてるんですね。大蔵大臣に、ちょっとあんたさーって言われてるけどもね。まあでも、ね、この番組でもいろいろありましたけども、動けるうちに動いて見に行かなきゃいけないとか感じなきゃいけないっていうのを、このね、この数年で感じたっていうメッセージもたくさんいただいておりましたので、ぜひぜひ石垣島遊びに行ってください。そしてマラソンね。確かに芝生の上に大の字になってね、気持ちいいんですよ。私も学生の頃よくやってましたね。ぜひ思いっきり走って大の字で青空を見上げながらね、うん、石垣島の空気を吸ってほしいなと思います。大蔵大臣も連れて行ってくださいね。そしたらね、二人で楽しめるからね。はい、ということで、あとあれですね、カラオケで93点出すことっていうのもありましたけども、ね、コツが、カラオケの点数ってさ、カラオケの点数を取るコツみたいなのもあるからね。配信とかでやりますか？今度配信っていうか、このカラオケ配信は先日ね、ゲリラカラオケ配信をやったばかりなので、カラオケに行ってってことはあれですけど、まあお家からとかスタジオからとかゲリラで配信するので、その時に例えばカラオケの点数の取り方を教えてくださいって言ってくれたら、点数は取れるっていうテクニックがあるのでね、それちょっとお伝えするので、今度なんかゲリラ配信の時とかに質問くださいね。ということで、ぜひ、あ、そっかそっか、質問もあったね。やりすぎることを。そうですね、私ね、その、やりすぎることっていうのがほんとたくさんあったんですよ、若い頃はね。例えば、ほんといっぱいいろいろあるんですけど、例えば、ボイストレーナー、昔、通っていたボイストレーナーの方が、その、体を鍛えろと。で、この腹筋をしろとか、走れとか、とにかく体が資本なんだから、体を鍛えろって言われて、私はね、朝起きて2時間、筋トレを毎日したんですよ。で、最終的にね、本当にお腹が、シックスパックみたいな、なんかわかんないですけど、お腹が割れてとか、で、腕ももこって出て、すごい筋肉をつけたんです。プロテインも飲んでね。よし、これで、鍛え上げたから、走るのも毎日毎日走って、もう体力もあるから絶対いけると思って歌を歌ったら、なんていうのかな、ちょっとね、声が硬くなったんですよ。力では出せるんです。力があるから。だから力では出せるんだけど、なんか私が求めてた声にはならなかったんですよね、その時。その、ビーズの稲葉さんみたいに、この、うわーって、このしゃくりみたいな、力で持っていくみたいな歌い方はできるんだけど、どちらかといえば私の声ってもともとこの高くて、そのちょっとキンキンしてる声だから、それをいかに丸くするか、この柔らかくするかっていうところに私はね、個人的には目指していたのに、なんかさらに磨きがかかって尖ったみたいな、声がね、すごい尖ったような感覚があって、で、あとちょっとなんか声も出しづらさっていうのも、なんかお腹の腹筋が邪魔して声が出しづらいみたいな感覚があって、なんかこれおかしいなと思って、まあその時に、この筋トレというものは本当に歌に必要なのか、目指す場所によっては必要なのかもしれないけども、私の目指してる声にはその筋トレが向いてないっていうのもそこで分かったりとか、こうやってやりすぎで、ストイックにやりすぎるということが素晴らしいことだ、いいことだと思ってたけど、そうでもないのかなとか、なんかね、いろいろ考えさせられましたね。それだけじゃなくて、いろんなことね、メンタル面とかでもそうだったし、いろんなことをね、この20代の時にやりすぎてみて、あ、やりすぎって良くないなっていうのも、この20代の10年間とかでね、ちょっとね、見つめ直したりもしました。だから今はやりすぎないように、しているのでね。まあでもケイジ君さんのこの石垣島に行きすぎるのはいいやりすぎだからね。それはぜひぜひ、家庭内が気まずくならない程度に突き通してくださいということで、メッセージありがとうございます。じゃあここで一曲いきたいと思います。この番組の SE とかも作ってくださっている灰岡さん、そして柳原版のスリープミュージック6曲ぐらいね、出しましたけども、その曲6曲の
プロデュースもしてくださった、はよかさんという、エレクトロニックミュージックを、手掛けているはよかさんという方がいるんですけども、その方がね、以前ね、ザンという、映画、ドキュメント映画の映画音楽をね、全部手掛けたんですね。で、そのザンというアルバムの中で、私の声を楽器として、このジュゴンの声みたいに、私の声を使ってくださって、で、それでこのアルバムを仕上げたんですよ。で、それのつながりもありまして、今回、はよかさんが4年ぶりぐらいにアルバムをリリースしたんですけども、その中の1曲に私の声をまた再び使っていただきました。で、歌詞があるんですけど、ちょっと歌ってみますね。暗い夜を越えて、朝日が昇る方へっていう、この暗い夜を越えて朝日が昇る方へっていう歌詞しかこの曲には入っていないんです。この歌詞のみでこの一曲が構成されているんですけども、本当にはよかさんのね、この音楽センスみたいなものの素晴らしさも感じるし、この素敵な楽曲に参加させてもらえて本当に幸せだなということを感じております。この曲をちょっとまずは皆さんに聴いていただけたらなと思います。はよかさんのあるというアルバムの中から、夜を越えて。暗い夜を越えて、朝日が昇る方へ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 。暗い
お届けする番組。石垣優が気ままにお届けする番組はブルーマリン石垣とマーマポケットの提供でお送りしています。船のことならブルーマリン石垣、船舶販売、修理、管理、何でもお任せください。ヤマハ、ホンダ、川崎、各種マリン用品取り扱っています。宿泊施設もありますよ。ブルーマリン石垣で海を手に入れよう。石垣優が気ままにお届けする番組。石垣優が気ままにお届けする番組をお届けしております。聞いていただいたのはハイオカニューアルバムあるの中から夜を越えてでした。ね、皆さんこの曲聞いていただいたように本当に歌詞が暗い夜を越えて朝日が昇る方へっていう言葉しか入ってませんでしたよね。このねアルバム、この録音をしたのはね、もう何年前かな、このザンのアルバムを作ってる時らへんですね。そのアルバムを作ってる時だから、もうだから何年前、5年6年前とかになるのかな。こういうなんかなんていうのかな、ひらめいた、このメロディーがすごいひらめいたから、ゆうちゃんちょっと歌ってみないみたいな感じで、もうそのまま早岡さんの自宅で録音していたんですけども、でまさかね、その後にコロナ禍というものが来て、本当にこの曲はこの時期のために生まれたんじゃないかなって思うぐらい、本当にこの暗かった世の中、毎日を越えてね、朝日が昇る方へ私たちは今歩き出しているっていう気持ちがすごくしますよね。あの2022年に向けて本当にそんな風に感じているので、まあ本当この時期にこそ聴いていただきたい曲だなと思っています。各ダウンロードサイトとかでも全部聴けますので、あと YouTube もあります。 YouTube のねミュージックビデオもすごいいいんですよ。ほんとぜひハイオカ夜を越えてで検索していただけると出てきますので、ぜひチェックよろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ次のメッセージに行きたいと思います。次はですね、横須賀のみゆきさん、訳して横宮さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ゆうちゃんこんにちは。ゆうちゃんのラジオを聞くようになって約10ヶ月が経ちました。出勤日と重なって聞けなかった日もあったけど、時々送るメッセージを読んでくださってワクワクしながら聞いていました。メッセージ一つ一つのリアクションがいつも丁寧で感動していました。あ、嬉しいな。それはリスナーさんへの感謝の気持ちが根底にあるからだと思っています。嬉しいです、そんな風に感じ取っていただけて。ゆうちゃんが以前ツイートしていたこの文章からも伺い知れました。文章が、一人しゃべりを無事に続けてこれた理由はただ一つ、メッセージを送ってくださる皆さんがいて、聞いてくださる皆さんがいてくださったからです。心からありがとうございます。そう、私もう本当にまさにこの気持ちをね書かせていただきました。で、思っているだけでは伝わらないことも多い。口に出して文字にしたりすることってとても大切なことだと思うのです。〇〇だからありがとうっていう言葉、心に届くと思います。私には届きました。そういう風に言えるゆうちゃんは素敵な人だなって知ることができました。この番組があったから知れたことです。ありがとうって言いたいです。まもなくラストスパートですね。最後の放送まで聞きます。微力ながらですが、これからも応援しています。頑張ってね、と。横宮さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。嬉しいですね。こうやってメッセージ送ってくださって、ラジオを聞いてくださって。で、私がこのラジオ終わった後にね、SNS も毎回更新しているんですよ。その中で、まあ、この番組が終了するという気持ちをね、ちょっと伝えた文章を、切り取って、その文章を忘れずにいてくださった横宮さんの方がもう本当に素晴らしいです。ありがとうございます。ね、今日で終了ですけども、こういう風になんか皆さんにね、
一つ一つ言葉を取ってくださる皆さんに囲まれているということを本当に幸せに思いますし、そういう皆さんに恩返しをするつもりで、恩返ししたいからね、来年は応援してきてよかったなって思ってもらえるように、ちょっと来年から改めて石垣優として再スタートを切りたいと思ってますので、これからもどうぞ末永くよろしくお願いします。横見優さん、メッセージありがとうございました。じゃあもう一人ぐらいいけるかな。はい、じゃあ次はですね、ストマジさんからメッセージいただきました。メッセージありがとうございます。毎週石垣アーティストの曲紹介、今回は誰なのかなと毎回楽しみにしています。まだあの人もいるなとか思いつつまだ聞いているのですが、本当に石垣は魅力的なアーティストが多いですよね。これほどアーティストが詰まっている地域が他にあるのかな。しかも人口5万人くらいの小さな島ですよね。なんでなんでしょうか。ゆうちゃん、思い当たることありますか。おまけ、最終回までに紹介しきれてないんじゃないかと勝手に心配しておりますと。メッセージね、ありがとうございます。ストマジさん、紹介できました。でもね、まだ紹介できていない文章、ね、メッセージ送ってくださった方々もいるので、まあ、それはちょっと番組の後半にね、ちょっとお話しするとして、ね、こうやって石垣島の約5万人ぐらいしかいない小さな島なのにアーティストがこんなにたくさんいるってなんででしょうかって、ね、そういう風に思っていただけてすごい幸せです。ありがとうございます。そしてそれ、思い当たることはありますか。思い当たることはですね、あるんですけどね、そうですね、これをラジオで言っていいのか悪いことではないんですけどね。そうですね、でもなんかそのまあざっくり言うと、小さな島だからこそ、アーティストがたくさんいるんじゃないかなって私は思いますね。東京に出てきてね、なんていうのかな、東京のレベルというのは凄まじいものがありまして、日本中のそのなんていうの、その才能の塊みたいな人間が周りにいっぱいいるから、こんな中で私が例えば歌がちょっと友達の中で上手だねって言われたとしても、いや、まあ才能の塊の中に入れられたら、こんなちょっと上手だねぐらいでやっていけないからアーティストにはならないかなみたいな、なんかこのやる前から諦めるみたいなところにもなってたんじゃないかなって私思ったりするんですよ。石垣島の小さな島の中で、そして少ない人口の中で、その中でいい勘違いをしていくんですよね。あ、私頑張ったらやっていけるかなとか、そのいい勘違いっていうのは本当にいいと思うんですよ。いいことだと思うんですよ。その勘違いの中で頑張ってやっていくことによって、素晴らしい、もう感動的な楽曲がアーティストの皆さんみんな持ってるじゃないですか。そういうものが生まれてくるし、その曲のファンができて、またこのアーティストの人生っていうのも伸びてくるし、だからいいんですよ、全てがね。だから環境とか本当に全部が整っているからこそ、そういう楽曲が生まれて、アーティストがたくさん生まれてっていう、だからね、いいと思うんですよ。これがなんか東京でさ、もう本当に才能の塊、歌もうまい、楽曲センスもある、曲のアレンジも一人で全部やっちゃう、ドラムも叩ける、ギターも弾ける、何でもかんでも全部やっちゃう、すごい才能の人たちがいっぱいいるんですよね、東京という場所は。この中に私が生まれ育ってたら、どっかで諦めてたんじゃないかな、やる前から諦めてたんじゃないかなって思ったりもするから、なんかね、そこはね、石垣島ならではのその希望の生まれ方、そして楽曲の生まれ方があるんじゃないかなと、アーティストの生まれ方があるんじゃないかなというふうに思ってますね。うまく説明できたかな、ちょっとわかんないですけど。ストマジさん、メッセージありがとうございます。ぜひ石垣島に来てですね、このアーティストの皆さんのライブを生で見てほしいし、ほんとね、それぞれがね、もう個性が立った素晴らしい楽曲を皆さん持ってるんですよ。本当にこんな素敵なアーティストがいっぱいいるのがこの石垣島なので、ぜひ石垣島に足を運んでですね、いっぱい石垣島の素晴らしいアーティスト、まだまだ紹介しきれなかったいっぱいアーティストいますので、
ぜひつながっていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、本当はね、メッセージまだいただいているんですよ。でもちょっとごめんなさい、私が一個一個喋る長さが長すぎてごめんなさいっていう感じなんですけども、私配信もねゲリラでやっておりますし、その中でこの番組で紹介しきれていなかったけど皆さんが送ってくださったメッセージを紹介する時間をちょっと作りたいなと思ってます。石垣優が気ままにお届けする番組の打ち上げ配信みたいなね、この番組このラジオの打ち上げ配信みたいなものをちょっと来年ですね、来年すぐにしようかなと思ってますので、そこで読めなかったメッセージをすべて紹介したいなと、来年の配信その中で紹介します。なので引き続き石垣優の SNS をチェックしていただければなと思います。よろしくお願いします。では本当に最後になりますけども、この番組をね、ヤナワラバーガっていう時からずっと聞いてくださっていた皆さん、そして石垣優が気ままにお届けする番組ってなってから聞いたよっていう方も中にはたくさんね、メッセージいただいているので、本当にそういう方もありがとうございます。で、石垣島の皆さんもね、こうやってメッセージを送ってくれることはほとんどなかったんだけども、でも番組聞いてるよって石垣島の人からたまに言われることもあって、あ、聞いてくれてる人っていたんだっていう島の人からね、生の声でいただいたりして、だからなんだかんだ聞いてくださっている石垣島の皆さんも本当にありがとうございます。そしてサンサンラジオの皆さん、本当にお世話になりました。と言ってもね、なんかまた石垣島に帰った時にはサンサンラジオさんにお邪魔したいなと思ったりとかですね、今後もね、なんかまた落ち着いたら番組でなんかね、お世話になりならせていただけたら嬉しいなとか、今後も絡ませていただけたら嬉しいなと思っておりますので、サンサンラジオの皆さんもぜひ今後ともよろしくお願いします。そしてリスナーの皆さんは引き続きサンサンラジオをお楽しみください。はい、それでは最後まで聞いてくださってありがとうございました。またライブや SNS でお会いしましょう。石垣優でした。ありがとうございました。優が気ままにお届けする番組はブルーマリン石垣とマーマポケットの提供でお送りしました。いつも